はい、ああしっかり煮えてますね。本当ですね。水分もすごく出てます。はい、これ全部お野菜の水分ですね。お野菜の旨味がやっぱり出てますので。そうですね、はい、美味しいです。皆さんこんにちは、デパちゃんの時間です。松坂屋名古屋店や大丸松坂屋オンラインストアで取り扱っているとっておきのアイテムやサービスをご紹介する、このチャンネル。今回は前回に引き続き三重県四日市市の伝統が生んだ、無水調理や軸熱調理ができるスーパード鍋、モラトゥーラのベストポットをご紹介していきます。商品の詳細は概要欄にも詳しく載せていますので、ぜひチェックしてみてください。この動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。今日ご紹介いただくのもこちらの方です。はい、こんにちは、リビング担当の小野田です。今日もこちら四日市の伝統が生んだ名作モラトゥーラのベストポットをご紹介したいと思います。こちらですね。これちなみにおいくらでしたっけ。20センチの IH 対応、こちらが 46,200円で、山田さんのお宅はガスをお使いということでしたので、ガス用のもの、同じ20センチで 3,800 円でございます。隣にも違う形のものが並んでいますよね。ラインアップが結構あるんですか。そうなんです。まずこちらの普通のタイプですと、16センチ、20センチ、20センチこちらですね。でもう一回り大きい25センチがございまして、で25センチはもう一種類、こちらのシャローというタイプがございます。家族の人数とか、あと調理の内容によってもいろんな鍋を使い分けできますね。そうですね。これはどういった時に使うんですか。こちらは朝方で底が大きいので、大きなお魚や塊のお肉などを崩さずにお料理できる、とても便利なお鍋でございます。魚やお肉などここでプリも出せそう。そうなんです。朝方なので取り分けもしやすいですし、パーティーの時とかすごくおしゃれですね。置いといても綺麗ですもんね。こちらは食卓にそのまま出してもおしゃれなんですけど、いろんな色があるんですか。こちらの白、インディゴブルー、ブラックがございますし、サイズや仕様によって他のお色もご用意できます。今回は皆さん大好きな肉じゃがを無水調理で作ってみようと思います。無水調理の肉じゃが楽しみです。材料のご紹介です。牛肉の細切れ、人参、じゃがいも、玉ねぎ、しらたき、調味料が、お醤油、お酒、みりん、砂糖、顆粒だし、そして野菜は2センチ角ぐらいに切っておいてください。しらたきは1分ほど茹でておいてください。無水ってことはお水を入れないんですね。そうです、そうです。普段はね、お出汁を入れるかと思いますが、野菜の水分だけで美味しく仕上げていきます。水分の出やすいものから先に入れていきますね。まず玉ねぎ、じゃがいも。玉ねぎはやっぱり一番下がいいんですね。そうですね、水分が出やすいので、その水分で全体に水が行き渡ります。で人参入れました。で白滝、お肉を入れます。肉は一番上なんですね。蓋をする感じですか。そうですね、下からの玉ねぎの水分と上からのお肉の油でうまく味が馴染んでいくんじゃないでしょうか。であとは調味料をザバッと入れていきます。お醤油、みりん、本当に切った材料を入れるだけなんですね。そうそう、料理じゃない、恥ずかしいですね。エプロンしてなくてもいいぐらい。いやいや、エプロンは必要です。そうですか。お酒で、お砂糖ですね。お砂糖で顆粒だしを入れます。じゃあ蓋をして強火で10分ほど加熱します。10分ほど経ちましたので、次は弱火にして蓋をずらして、あ、すごいグツグツいってます ね。さらに5分ほど待ちます。5分経ちましたので火を止めます。そして蓋をして、見たいですね。
我慢ですね。我慢ですね、はい、15分ほど置くと美味しい肉じゃがが完成しております。ここまでは無水調理だったけど、ここからチクネプ調理に入るわけですね。はい、すごく万能な鍋です ね楽しみですね。楽しみ。15分経ちました。出来上がりです。早く中が見てみたいです。蓋を開けてみましょう。はい、ああ、しっかり煮えてますね。本当ですね。水分もすごく出てます。はい、これ全部お野菜の水分ですね。栄養を逃さないんですね。まあ、ホクホクに煮えてますね。じゃがいもも美味しそうです。じゃがいももしっかり味が染みてそう、ね、本当にすごい水分すごい出てます。はい、では早速こちらの出来たての肉じゃがいただいてみたいと思います。ホクホク、ものすごい柔らかい。本当ですか、良かったです。もう唇で噛み切れます。しかもちゃんと中まで味が染みてます ねすごいですよね。蓄熱の間に中まで火が通ってこういう仕上がりになってる。結構野菜の旨味がやっぱり出てますので。そうですよね、はい、美味しいです。そんなに小さくない、まあ、普通よりちょっと大きめぐらいかなと思ったんですけど、それでも十分に火が通って味が染みてます、ね、加熱したのは15分だけなんですけど、あとはこのお鍋の持つ力でじんわりゆっくりと中に火が通って美味しくできたかなと思います、うん、本当に切って入れて火をつけて止めるだけで超簡単調理で、これだけ本格的なお味ができるなんてスーパー鍋ですね。他にもいろんなお料理ができるんですよ。モラトゥーラのホームページに一般のお客様からの投稿でもご紹介されているので、皆さんぜひチェックしてみてください。料理してる感じしないですもんね。入れて火つけておく、それだけでこんなに美味しいものができてしまう、まあ、時短にもなりますね、はい、やっぱり煮物ってハードルが高いなって皆さん思われるでしょうし、さらに土鍋でご飯を炊くなんて思われる皆さん多いと思うんですけど、ご紹介したように本当に簡単にしかも時短でできてしまうっていうところがとても素晴らしいと思いますし、時短イコール火を使う時間がとっても短くて済む、火を止めて蓄熱調理ができるっていうことでガス代電気代の節約にもなりますので、お得なお鍋でもあります。そしてさらに可愛らしい形状キッチンにあるととっても気持ちが和むかなと思いますので、いいこと尽くしのお鍋かなと思います。今日の煮物もすごい簡単にできましたし、蓄熱調理とか無水調理ってちょっと意識高い系 の女子がやるイメージがあったんですけど、本当にズボラな私でもこんなに簡単にできるんだったら、ね、すぐにチャレンジしたいなと思いました。本日ご紹介したベストポットは大丸松坂屋オンラインストアでもご購入いただけます。またこの動画が面白かったためになったという方はぜひチャンネル登録やいいねで高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。